こんにちは。プログラム開発会社の青野といいます。今回はですね、求人募集、そしての仕事の求人募集とか求人応募の話をさせていただきたいなと思います。近頃ですね、ドワンゴさんが、求人募集、求人の応募者に対してですね、お金を課金している、課金というか、お金を払っていただいているというのがちょっとニュースになりましてですね、2525円ですかね、ニコニコにかけているようですけど、そういったニュースを聞きまして、すごく私もその会社を経営しててですね、求人広告というのを日常的にかけてて、ずっと、慢性的な人手不足でひたすら求人広告をかけてる、求人広告を掲載してるもんですから、ドワンゴさんの気持ちは非常によくわかるんですね。求人、近頃の求人媒体がですね、ちょっと便利すぎてですね、例えばその10社とか20社とかに一斉に応募っていうのを多分できる機能があるみたいでですね、その大して実は入社する気もほとんどないのに応募されてるその求人応募っていうのが結構あってですね、求人応募が来たからこちらからじゃあ面接の日々何月何日どうですかというリアクションをしてでもですね、その全く音信不通になる方が結構いらっしゃってですね、正直言うとそういった冷やかし応募っていうのが迷惑だなと感じてるのも本音なんですね。ですのでそのドワンゴさんが2525円を貸すことでですね、本気で応募している方だけふるいにかけてるというのはその側面では非常に賛成です。私もやりたいですね。とはいえですね、その片方で、お金を取ってるということで、なんというか、ものすごく悪いイメージを持つ方もがいるのも事実ですので、そういった悪いイメージ持たれたら困るなというのも、非常にわかるもんですから、結論的に言うと、うちの会社ではあまりやらないようにはしてるんですが、でも、どうにかして、その、応募者が本気の方だけ抜粋して、求人募集できないかなというのはよく考えているところであります。経営者さんはその辺は敷居を高くして質のいい応募するのか、敷居を低くする代わりにそういった方の相手もしょうがなくするのかは考えた方がいいでしょうし、応募者の方はですね、正直経営者の本音として冷やかしだと思ったら正直鬱陶しいなって思うのが本音ですから、もしちょっと可能性の低い応募でも本気の演技っていうのはした方がいいんじゃないかなと思います。今日はこのところで以上です。さよなら。